ユキトラケージは、インドネシアのパフォーマー、コスプレイヤーとファッションデザイナー。部下出身。様々な雑誌、書籍、新聞、テレビ番組で紹介された。インドネシアのコスプレイベントで審査員やゲストとして登場している。インドネシアのジャカルタ在住。アート、ファッション、ビデオゲーム、写真、スポーツ、漫画やアニメを好む。2004年7歳の時に、 モデル、子役として芸能界にデビューした。2009年、11歳の時にコスプレイベントに出演し、コスプレイヤーとなった。そのイベントで知り合った彼女の友人たちに励まされ、ジャカルタで様々なコスプレ大会に参加する。世界のサイバーゲームセスナイトロードとして2010年、インドネシア国立コスプレ大会トリニティ、ブラッドの決勝で1位を獲得した時、ユキトラは、 注目を集めるようになった。このことによりユキトラがアナマンスターマガジン、インドネシアのアニメとライフスタイルマガジンで紹介されることになった。それ以来、時折コスプレ大会に招待されるようになっている。ユキトラは東京ゲームショー2014にインドネシアの代表として出演し、国際的なコスプレイヤーとしての活動を開始した。ありがとうございます。